それで札幌市から来た作業員が地元業者に頭突きして現行犯逮捕ということで札幌市病院の工事現場でしようと思ってしたわけじゃない就業中のトラブルがきっかけかということで北海道では工事作業員の人手不足争奪戦が起きているということです、はい、札幌市北区にある病院の工事現場で作業員男性に頭突きされたとして神奈川県横浜市の別の業者の男56が暴行の 現行犯で逮捕されたとということですねで、えー、まあ駆けつけた警察官にその場で逮捕されたんですけども男性は頭部を打撲すすする軽傷ででととのことですね、はい、で事件直後に男性自ら男に頭突きされた後、まあと警察に電話したらしいんですよ男に工事,工事現場で揉めてで頭突きされていたーっていうことでその場でこう警察に通報したんでしょうね。はい まあこういうのがまあニュースになるんだからまあ日本は平和だなと思うんですけどもまあはいこ,この工事現場には複数の業者が入っていて被害男性は札幌市在住2人はえ異なる会社の社員同士やったみたいですね。異なる会社の社のでまあ仕事中のトラブルがきっかけだったということでえ調べに対して男は頭突きしようと思って頭突きしたわけではない。 ということです。はい、うん。まあ沸点が低い人が多いんですよ。あのー、まあね。自分も工事現場で働いてましたけども。 まあ、どちらかといえば知能の高い人知能が高い人よりも知能の低い人たちの方が多いんですよね圧倒的に学歴的に言う見ても中卒とかまあ高卒とかの人柄が多いんでちょっとのことでカットすする人が多いんですよだから、まあ、思わず手が出るというか思わず頭が出たんかなと、はい、目の前に相手の顔があったんですかね分かんないですけども、まあ、でも軽傷だということです。はい でまあこの警察はね、まあ、事件に至った経緯などを詳しく調べているということですはいはい <laughs> まあ日当5万円でも集まらない工事現場は深刻な人手不足ということで、まあ、建設業界をめぐっては時間外労働の規制などが適用されて、えー、半導体工場のラピダス関連の工事も重なり えー、北海道では人手不足が深刻となっているということです。ほう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 、えー、北海道で半導体工場ラビダス関連の工場あそういう工場が今できているんですね北海道では。えー、それそっちに工場の人手不足があ持っていかれてると,と人手が持っていかれてるということで深刻な人手不足で日当5万円でも集まらないこともあると言われているということです。ほえー、5万円でも集まらないうーん まあ仕事がねこ,のそのここの現場終わったからでもあともずっと仕事現場があるんだったらみんなあの仕事を辞めて将来設計もできると思うんですけどもたとえ5万円積まれたとしてもえそれがまあねあの1年後にはその現場が終わりますよって。 じその現場が完成したらもうおタくらいりませんってなったら、えー、ちょっとたとえ5万円でもいけないですからね、うんまあ、これを言うのももしかしたら西成とかでも、まあ、人で応募あるんかもしれないですね西成で5万円とかやったら、まあ、人,人手が殺到すると思うんですけども、はい、北海道は今こういう状態らしいです。うん、5万円でも集まらなないって言うたらなんかどっか かの山奥に食い抜きのお仕事とかかなんですかねちょっとその求人情報がわからないんで何とも言えないんですけども、はい、まあとにかく頭突きで、まあ、軽傷だったということなんですけどもこういうのがニュースになるっていうのは、まあ、いかにも日本らしいなというふうに思いました。以上です